田中港田中港7月6日から1969年9月22日は、日本の政治家、薬剤師、衆議院議員、右翼活動家、長野県北安住郡海染村生まれ、長野県師範学校第三子講習を経て、1917年、明治薬学校卒、薬剤師を経て、長野県豊品町で薬局を開設。また、 長野県豊品町商工会議員を務め、1936年、第19回衆議院議員総選挙で、立憲養成会の公認で出馬し、落選するも、その後繰り上げ当選。院内では、講和議員同盟に所属した。1937年の第20回衆議院議員総選挙で、再選。1940年、大政翼賛会が結成されるも、 立憲養成会はかねてより新体制運動を批判しており、体制翼3会には合流しなかった。その後も批判を続けたため1942年に立憲養成会は結社禁止となり、解散となった。田中は無所属議員となり、第21回衆議院議員総選挙には無所属で立候補したものの落選した。その後国政選挙には立候補せず、 戦後再建された立憲養成会の最高顧問や豊品町長などを務めた。ありがとうございます。